Miss Alicia Friedman wrote to me through Facebook together with an article about a UFO over the North Sea. An article in which she wrote as follows. Since the footage and the article do not discuss important details, many people concluded that such sighting is a clever hoax known as a product of CZI technology. However, other individuals who view the footage have suggested that it could be a mothership that looks like a legendary mythical alien known as the Black Knight satellite. One even believed that an alien is a sampling collector that will be converted into a mothership in the dark cloud later on. Until now, the footage remains a mystery.今ご覧いただいている写真は左から2016年北極海上空で撮られたマザーシップらしき、まあ、UFO ということになります。そして中央が1996年ジョナサン・リードが森の中で撮った写真です。そして一番右がですね ISS の固定カメラが2014年の1月29日に撮られた UFO です。これら3者は大変よく似ていますと言いますか、同じ星型の UFO ということになります。広し林市浜松シティジャパン。アリシア・フレッドマンさんという方から一通の手紙が届きました。その中でアリシア・フレッドマンさん自身のブログが紹介されていました。これがそのブログです。北極海上空で、まあ、マザーシップと思われる巨大な UFO が現れました。まあ、それについてアリシア・フレッドマンさんがですね、まあ、これは偽物なのかそれとも本物なのかと。星形の UFO です。一般には合成されたインチキ写真と言われていますが、これは本物でした。まず別のサイトで紹介されているそのマザーシップの動画をご覧いただきます。この中央丸の部分に注意してください。相当と言いますか信じられないほど巨大なマザーシップということになります。それがこのように北極海上空に浮かんでいます。下には黒い影のようなものもできています。そしてその周囲をですね一機の別のUFO が飛んでいます。何かしら警戒しているかのようにも見えます。この動画は北極海上空で2016年に一人の漁師によって撮られました。でこの、まあ、UFO マザーシップがですね、アリシア・フレッドマンさんのメールによればやがて上昇していって雲の中に消えていったと。そういうことですよね。で今ちょうど上昇して消えていくところです。で私はこのマザーシップは本物と判断しました。その理由の第一は去る2016年11月28日に私自身が私たちが神と呼ぶエイリアンに見せてもらった UFO と
特徴が一致しているからです。全体として見るとですね、黒い物体ということになります。そして形がひし形である、まあ、幾何学的な形をしているということですね。が、それが理由ではありません。このマザーシップと思われる、まあ、巨大な UFO ですから、今まで私たちが、まあ、見てきたといいますか、知っている UFO とは、まあ、形も大きさも違うということですね。が、この UFO は本物です。というのも、私が11月28日に見せてもらった UFO はですね、輪郭が極めてクリアでした。その輪郭には、コバルトブルーの明るい輝く縁取りがありました。今そのマザーシップが上昇して雲の間に消えていきます。で、その縁取りを皆さんにもご覧いただきます。このマザーシップをですね、注意深くご覧ください。私はこのマザーシップをがですね、本物であると判断しました。明度、彩度を変えてみますと、そのマザーシップの周辺に光り輝く縁取りが現れてきました。この縁取りこそがですね、私が2016年11月28日に見せてもらったクラフトの特徴と一致します。この輝く縁取りに注意してください。この輝く縁取りに注意してください。で、最初の話に戻ります。左から2016年北極海上空に現れた UFO です。そしてこれがジョナサン・リード氏が森の中で撮った UFO の写真です。そして右が2014年 ISS の固定カメラが捉えた UFO ということになります。この3者はひし形の形をしているという点で一致しています。まあ大小様々あるということなのでしょうか。ともかくもそのコンセプトは同じだということです。まあ、このような形の UFO も実際には存在するということになります。結論は、これら3者がですね、みなインチキであるか、それともみな本物であるかということなんですけども、私はこれら3者はみな本物であると判断しました。その理由の第一が、左の、まあ、マザーシップの周りには、私が見せてもらった UFO、つまりエイリアンのクラフトと同じ光り輝く縁取りがあったからです。
ここがこの動画の重要なポイントですから、もう一度ご確認ください。左がですね、2016年ですよね、に北海で撮影された動画の中の巨大ユベポ、つまり母船ということになります。右がですね、2018年に日本上空で撮影された、まあ、巨大 UFO 母船ということになります。上下、180度回転でですね、左右反転して比較するとですね、全く同じだということです。ただ左の方が、まあ、やや傾いているのかな、向こう側にね、傾いているのかなという感じはしないでもありません。しかし、この非科学的なその模様、様子ですよね。どこか形がですね、決してその全くの幾何学的ではないというような部分ですね、なども考慮に入れてどうか比較してみてください。つまりこれらの両者の間にはですね、接点がありませんので、つまり2016年と2018年、北海と日本上空ということでですね、私この両者はですね、偶然の一致ではない、つまり両者は同じ物体イコール、この両者はですね、本物であると判断しました。で、この、なんて言いますかね、この膨らみの部分ですね。はい。などを正確に、まあ、皆さんね、比較してみてください。つまり、これら両者は同じ巨大母船 UFO であった、ということになります。On December the 30th, 2022, around from 7 p.m. to 8 p.m., a strange light phenomenon appeared in the night sky. The mysterious light was witnessed by many people in China, South Korea, and here in Japan as well, and some of them were photographed and filmed on videos.In response, the South Korean government announced an official view that it was due to a rocket launch test, and Japanese scientists have also explained that way. But if it was a rocket launch test, why were the photos taken in Kyoto and Miyazaki Prefecture about 600 kilometers away?2022年12月30日午後7時から8時にかけて、奇妙な海溝現象が現れました。その海溝は中国、韓国、そしてこの日本でも数多くの人たちによって目撃され、その一部は写真に撮られたり動画で撮影されたりしていました。これに対して韓国政府は、ロケットの発射実験、によるものだと公式見解を発表し、日本の科学者もほぼそのように説明しています。が、ロケットの発射実験によるものなら、どうして京都と宮崎県で写真が撮影されたというのでしょうか。互いの距離は600キロも離れています。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, January the 5th, 2023.右下の動画はですね、日本上空で撮られたと言われている、いた UFO ということになります。日付は2018年の8月です。で、私はこの動画のことをかなり以前に知っていましたが、クエスチョンマークをつけていました。ところがですね、それから約2年後ですよね、2年と4ヶ月後にですね、2020年の12月30日にですね、左上のような UFO がですね、中国、上海だったと思うんですけども、それから韓国、さらに日本の九州ですね、から日本の本州あたりでもですね、京都南というふうに書いてありましたけれども、左上のような UFO が目撃され、そして
動画に撮影されたり、写真に撮影されたりしていたわけです。で、この両者を比べるとですね、まあ、大変よく似ているということなんですよね。で、左上の UFO はですね、中国、韓国、日本、京都でも撮影されているという点でですね、信憑性が極めて高い、イコール本物と考えてよいわけです。となると、右下の UFO もですね、大変よく似ているという意味においてですね、本物と考えてよいのではないでしょうか、ということになります。宮崎県の立花天文台の大長の方はですね、これはロケットの噴煙によるものだと説明しておられますが、本当にそうでしょうかということになるわけですけども、これがですね、当日と言いますか、韓国政府が発表したロケットの発射実験の時の様子です。これはロケットですよね。下から上に上がっていって、そして墜落してきたということです。それはわかります。これはしかし、これは韓国国内でのロケット発射実験なんですよね。それがどうして京都や宮崎県で目撃されたかということになるわけです。まあその天文台のですね、台長の説明には無理があるということになります。で、中国でも同じように、このように撮影されていることですね。しかもこの光というのはですね、ロケットの噴煙によるものではなくてですね、円錐形になっていますね。つまりラッパのようになっていて、そのラッパの中がですね、空洞のようになっている風様もですね、この写真から見て取ることができます。何よりも奇妙な点はですね、その開口現象の下にですね、紐のようなものが撮影されているという点です。この紐のようなものについては、記憶にありました。クレアモンテで撮影された開口現象です。話を戻します。 USA のクレアモントで大変奇妙な物体が撮影されていました。時期は2013年の初め頃と思われます。 Google Earth の写真の中に写り込んでいました。それをこれから皆さんに紹介しますけども、まあ、この物体がですね、何であるかということなんですけども、当初ですね、私この動画を発表しましたら、風船だというふうに視聴なさる方が数多くいらっしゃいました。まあ、しかしですね、Google の写真というのはですね、はるか高い宇宙から撮っているわけですよね。その宇宙から見て、例えば風船の高さというのはせいぜい200メートルとか、まあ、高くても300メートル、400メートルですよね。宇宙から見ればですね、地上もですね、200メートル、300メートル、500メートルも、つまりは同じ距離だということですよね。まあ、そういう中にあってですね、まあ、これからご覧いただくような物体が映り込んでいたということはですね、もしそれが本当に風船、つまりはアドバルーンのような風船で、ような風船であるとするならばですね、巨大なアドバルーンということになるわけです。まあ、例えばこの宇宙から見てね、このように映っているということはですね、家の大きさと比べても、その家の大きさよりも大きいアドバルーンということになるわけです。で、今日はですね、ここで、この風船にですね、風船じゃありませんけど、UFO らしきものなんですけどもね、紐がついている点に注意してください。まあ、すべてについているわけじゃないんですけども、紐のようなものがついているのも映っていたということですね。
で、この紐ということで先ほど紹介しましたね、まあ、今回2023年、22年の11月12月ですね、30日に撮影された UFO とですね、類似点、共通点があるんじゃないかと思います。まあ、この時は、まあ、紐についてはですね、まあ、つまりはあまり注意を払わなかったんですけども、まあ、そのこれが風船だというふうにですね、主張なさった方も多いわけですけども、またそのような視点でね、私の動画に対して否定的な動画も発表されていたようですけども、紐といってもですね、これ途中で切れてるんですよね。もしこれが紐であるならば、ずっとね、その地上まで伸びているはずなんですけども、まあ、それがないということですね。また紐があるのもあるし、ないのもあるということで、紐説は消えたと思います。また風船説も消えたということですね。で、これはまあ、やはり宇宙から撮った写真の特性なんですけども、横からまあ見るとですね、いわゆるストリートビュー的に見るとですね、地上に張り付いているように見えるわけですよね。しかしこれは張り付いているわけではなくて、まあ、その写真の特性ということになるわけですね。例えば東京タワーをですね、このような角度で撮りますと、東京タワーですらもですね、地上にペタッと張り付いているように見えるわけです。ですから、まあ、これは奇妙な物体ということですけども、まあ、要するに UFO ということですね。そしてこの形と同じ UFO がですね、その後いろんな場面で、まあ、その他の UFO と、まあ、形、色、その雰囲気がですね、一致したということで、これはもう UFO と断定して良いのではないでしょうか。まあ、ナンバー551ですから、私が2012年、13年にかけて、制作した動画ということになります。まあ、それにこのような物体が映っていたということなんですけども、やはりここで注意していただきたいことはですね、紐なんですよね。でもちょっと何を説明しているかというと、太陽はですね、太陽光線の方向を、まあ、見ながらですね、この物体は何であるかということなんですけども、まあ、奇妙なことにその反対側もやや光っているということですね。ですから、まあ、これは球形の UFO ということになるわけです。形がぼんやりしているのですね、その後、例えばボイド・ブッシュがですね、指摘してますように、まあ、こうした UFO はですね、飛行中は、まあ、パワーアップするとですね、何かしらの現象によってですね、まあ、その飛行物体そのものがですね、このようにぼんやりするということを、まあ、ボイド・ブッシュは説明しています。ですから、まあ、それもね、だん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 その後ですね、この後、いろんなその現象と、まあ、つながっていったということになります。まあ、クレアモンとのこの、まあ、球形 UFO はですね、そういう意味でも非常に重要なと言いますか、資料となりました。で、まあ、この UFO にもですね、紐がついて、紐らしきものですね、ついているということです。まあ、今日は紹介できませんでしたけども、ブラジルで、撮影された UFO にもやはり同じような紐のようなものがついていました。で、その紐からですね、小型の UFO が分離していく様子も撮影されています。まあ、紐という点からしてもですね、紐らしきものという点からしてもですね、繰り返しになりますけども、韓国のですね、ロケット実験による、まあ、その先ほどまで紹介してきました、その、奇妙なその物体がですね、少なくとも消去法的に考えればですね、韓国の、まあ、韓国軍によるロケットの実験ではないということになるのではないでしょうか。ということになります。まあ、クレアモントの今その球形、まあ、その球形ってまあこれは斜めから見ているものですからね、楕円形になってますけども、真上から見れば球形です。そして地上に張り付いているように見えるわけですよね。つまり繰り返しになりますけども、もしこれが風船だとするならばですね、極めて大きな風船ということになるわけであります。この今これは森本聡さんに調べていただいたんですけども、今ピンが打ってありますね。その位置にその物体が映り込んでいたということです。まあ、ちょうどね、位置的にはですね、真東、真西を向いていたところに並んで、まあ、変態を組んでいて飛んでいたということになりますね。やはりここでもですね、2機ずつがですね、変態を組んでいたという意味においてですね、いわゆるツイン型と言いますか、いわゆるまあ、大変こうなります。それ後ね、その後、例えば、ワシントンパニック事件においても2機ずつ並んで飛んでましたし、直近ではですね、私の勉強会においてください。途中でですね、岐阜県可児市のですね、鈴木 Y さんがですね、中洲川市上空で撮られた UFO もですね、やはり2機ずつの編隊を組んでいました。それからエリア50で撮られた写真もですね、2機ずつの編隊になっていたというふうにしてですね、クレアモントのこの事件がですね、その後いろんな事件とつながっていたということになります。その原点にあるのがやはりこのクレアモントのこの UFO 事件ということになるわけですね。なおかつ
フォートワースでね、なんて言いますか、爆発的な事件が起きたことがありますけどもね、その時にもこの形の物体がですね、そのフォートワースの上空に現れていました。で、これは東京タワーなんですけど、真上から見るとこうなんですけどもね、まあ、これをずっと視点をですね、地上に下ろしてみるとですね、ぺったりと張り付いて見えるというところをですね、皆さんにも確認していただきたいと思います。つまりですね、まあ、このような方向から、角度から見たときにですね、地上に張り付いて見えるように見えるからといって、地上に張り付いているわけではないということです。ただし、高度はわかりません。極めてね、カメラを積んでいた衛星に近いところに飛んでいたのか、あるいは本当に地上スレスレを飛んでいたか、ということかどうかについては分かりませんが、しかし、まあ、こうした物体がですね、少なくとも撮影した宇宙船と地上の間に映り込んでいたということになります。ここではですね、やはりこうで紐を見ていただきたいんですけども、右の写真を見ていただくとですね、やはり紐らしくものが撮影されているのが分かります。で、これを今、風船説を唱える方は、これが紐であるからアドバルンだとおっしゃっていますけども、それはありえないということです。結論ということになりますが、上の頂点、まあ、円錐形なんですけどもね、その頂点の部分から光を放っているように見えますが、この光もまた極めて不思議な光なんですよね。ずっとまあその円錐形にですね、光が下へ降りてくるわけですけども、途中でまあ水平にですね、切れていますね。この現象はですね、つまりはこのエイリアンテクノロジーの一つではないかと思います。というのは、空中から光を発したとしますね。それが途中で、きれいに水平にですね、光が途切れるということは、普通、私たちが地上、この地球でね、人間が経験する光ではありえないということになるわけです。続いてですね、ノルウェースパイラルの動画をつなげておきますけども、このノルウェースパイラルについてはですね、まあ、ロケットの噴射説が有力であり、私もそのロケットの噴射説については納得しています。という意味においてですね、ノルウェースパイラルの動画をどうかご覧になってください。
The two UFOs introduced here are real and genuine. I hereby affirm that again before I explain it. However, I don't know when this video was taken or by whom and where. But in this video, that is not an important point. However, again, these two UFOs are real and genuine. In this video, I will prove this with evidence, but before that, please watch the following video. The video is about mysterious objects discovered on the moon. After the video, we'll return to this screen again. And then, I will prove that this video is real and genuine, and these two UFOs are real and genuine. ここに紹介している2機の UFO は本物です。私はそれをこの動画の中で説明しますが、改めてそれを断言しますが、私はこの動画がいつ、誰によって、どこで撮影されたのか知りません。が、この動画の中ではそれは重要な問題ではありません。しかし、この2機の UFO は本物です。この動画の中では証拠を添えてそれを証明しますが、その前に次の動画をどうか皆さん見てください。その動画には月面上で発見された謎の物体が映っています。まさに謎の物体です。その動画の後にもう一度この画面に戻ります。そしてその時、この動画、そしてここに映っている UFO が本物であることを証明します。広瀬林、浜松市、ジャパン、October the 4th, 2023。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. This video is a sort of additional video to video number 585. And if you watch number 585, you can understand the mystery of the moon the more in Japanese. 簡単に、月の謎の物体について復習してみます。この辺りに、奇妙なものがあるんですけども、これはいろんな YouTube でもすでに取り上げられておりまして、私が発見したものではありません。しかし、どういうふうにこの物体をですね、見るかはかなり見方が違うと思いますよ。違っています。で、これ一つの、UFO と見るか、あるいは二つの UFO と見るかなんですよね。で、私やっぱりこれもう一回精査していましたけど、影が、今は情報ですかね、から来てますから、クレーターのね、影の様子からわかるわけですけども、二つの機体というふうに、で、影の部分もですね、いわゆるぼんやりしている部分ですね、それを、いろいろ消しながら、そして立体というか形を浮かび上がらせてみました。で、これがその図なんですけども、こうして影をですね、消して、こまめに消していきますと、一つの物体が浮かんでくるわけで、白い部分は、何らかの形で光っているわけですね。ライトかもしれません。出ないかもしれません。ともかくもこういうふうに、こういう物体が浮かび上がってきました。これを、何と見るかですけども、それは皆さんのご判断ですけども、こういったか、まさに UFO らしきものが2機、こう、駐機しているという感じですね。それから今、Google Earthでは、
The only reason why human beings are fascinated with the thought of intelligence in outer space, such as ETs, is because human beings want to believe in God who is supreme intelligence. Only God can tell us why we are here and what for we live on this planet Earth. UFOs themselves, some are small, but some others are giant. No matter whether they are witnessed outside this atmosphere or inside of this atmosphere, are its evidence of God. なぜ私たち人間は ET という宇宙の知的生命体に魅了されるのか。つまりは人間は最高の知性体である神を信じたいからではないのか。神のみがなぜ私たちがここにいて何のために生きているのかを知っている。 UFO の存在は詰まるところその神の存在を示す証拠ということになる。と言ってもあるものは小さく、またあるものは巨大です。そしてそれらの UFO は地球の大気圏内にあるとか大気圏外にあるとか、そういうことは問題ではありません。広し林浜松市ジャパン。ある YouTube 動画の中でこんな UFO が紹介されていました。撮影された日時場所は分かりませんが、それは問題ではありません。今ご覧いただいているのがその UFO ということになりますが、巨大な UFO です。themselves, some are small, but some others are giant. No matter whether they are witnessed outside this atmosphere or inside of this atmosphere, are its evidence of God. なぜ私たち人間は ET という宇宙の知的生命体に魅了されるのか。つまりは人間は最高の知性体である神を信じたいからではないのか。神のみがなぜ私たちがここにいて何のために生きているのかを知っている。 UFO の存在は詰まるところその神の存在を示す証拠ということになる。と言ってもあるものは小さく、またあるものは巨大です。そしてそれらの UFO は地球の大気圏内にあるとか大気圏外にあるとか、そういうことは問題ではありません。広し林浜松市ジャパン。ある YouTube 動画で結論ということになります。冒頭で紹介しましたこの場面をですね、もう一度じっくりとご覧ください。でこの2機の UFO はですね、本物か偽物かということになるわけですけども、この画面ではですね、下側、左下側のですね、黒い物体に注意してください。この黒い物体と全く同じ形のものがですね、月面上にあったということです。しかもですね、その黒い物体の形をですね、発見して皆さんに報告したのは、この私、林博です。誰も知らなかったということになりますが、その物体がですね、今こうして皆さんがですね、ご覧になっているということです。この事実を皆さんはどうお考えになるでしょうか。繰り返しますが、左下のですね、黒い物体については、2013年ですね、今から10年前には誰も知らなかったということになります。つまり、この物体と同じ物体がですね、月面上にあるということをですね、私、林博氏が発見するまで誰も知らなかったということになります。で、この物体はですね、2機あるわけです。一般には全体として1機というふうに考えられているようですけども、影の部分を取り除いてですね、そして私は2機に分解しました。するとですね、下のような画像が浮かび上がってきます。この時私はですね、
先にこの画像を作っていたわけですけれども、さっき、まあ、皆さんに、ね、お見せしました UFO、 巨大な UFO であるというその物体についてはですね、全く知りませんでした。がしかしですね、こうして改めて比較してみるとですね、つまり左の上から2番目のこの黒い物体の後ろ側に位置するその物体とですね、右の、まあ、下にある黒い物体が形が一致しているということです。でこの黒い物体の特にですね、後方部というか前方部といいますか、わかりませんけども、ヒレのようなものが今赤丸で囲んでいましたけども、ヒレのようなものがある点に注意してください。でこのヒレについてはですね、その2013年の12月、この前にもう一号作っているわけですけども、その時はこの左下のですね、上の左下のこの形についてはですね、全く知らないでこの絵を作成したということになります。それがですね、こうして一致しているということです。つまりですね、右下の物体はですね、月面上にあった物体と同じである、同一物体であるということになるわけです。つまりこれがですね、右の下のですね、この動画がですね、本物であるという、まあ、物理的証拠ということになります。つまり右のですね、巨大 UFO を思わせるこの動画はですね、本物であったということになります。Super large UFOs are being witnessed by more and more people around the world now. Some are filmed by video cameras. These three UFOs introduced here are super large UFOs which are understood to be genuine by me. However, you can see thatThese three super large UFOs are all accompanied by smaller UFOs around them. And those small UFOs are super large UFOs which I, Hiroshi Hayashi, believe are motherships, but these small UFOs look as if they are flying, escorting the mothership. In this video, please pay attention to the small UFOs flying around the mothership.And at the same time, this indicates that is to say that there are currently many fake videos circulating, but by looking at whether small UFOs are flying around with a mothership, it may be possible to judge for us whether the video is real or not.Knowing whether or not a small UFO is accompanying the ship or mothership is one of the criteria for determining whether the mothership there is real or not. Am I wrong? 世界中で現在、超大型の UFO がより多くの人たちによって目撃されています。ビデオカメラによって撮影されたものもあります。ここに紹介する3機の UFO は、私林博士が本物であると判断した、つまりその超大型の UFO ということになりますが、これら3機の超大型 UFO はどれも小型の UFO を連れ添っているのがわかります。そしてそれらの小型 UFO は超大型の UFO、 つまり私林博士はマザーシップ
であると判断していますが、それら小型の UFO はあたかもマザーシップの周りを護衛して飛んでいるかのように見えます。この動画では母船とともにその周囲を飛び回る小型 UFO に注意してください。で、同時にこのことは次のことを意味します。つまり現在多くのインチキ動画が出回っていますが、母船とともに小型 UFO が飛び回っているかどうかを見ることによって、その動画が本物かどうかを判断することができるのではないかということです。小型 UFO が同伴しているかどうかが、つまりはそこにある母船が本物であるかどうかを判断するための一つの基準になるということです。またそう判断する私は間違っているでしょうか。広瀬やし浜松市ジャパン October the 4th 2023。最後にこうした事実をどうか皆さん自身の目で見て確認してください。左はですね、2016年頃北海で撮影された大型 UFO ですね、巨大 UFO です。で、これはですね、日本上空で2020年頃撮影された巨大 UFO、 つまり母船ということになります。当初私はですね、この北海に現れた母船らしき UFO もですね、そして日本上空で現れた右側の母船らしき UFO もですね、偽物と思っていました。ところが細部を比較してみるとですね、上下逆さまにして左右反転してですね、やや前方後方に絵の傾きが違うと思われますけども、太さはやや違うような感じがしますけども、他の部分はですね、全く同じだということです。互いに接点はありませんので、ここでですね、この両者は
両方ともですよ、本物なのか、あるいは両方とも偽物なのかということになりますけれども、偶然ではありえないという確率をですね、その上にオーバーラップするとですね、この両者は両方とも本物ということになるのではないでしょうか、ということなんですね。細かいところを皆さん自身の目で見て比較してみてください。ということはですね、2016年頃撮影された左の、まあ、巨大 UFO ですよね、母船もですね、右、日本上空で撮られたこの UFO もですね、本物であるということになるということです。
in 2016 a huge giant UFO appeared in the sky over the North Sea and was captured by a person walking along the beach. I, Hiroshi Hayashi, once determined that the UFO was real, but the suspicion that it was a propaganda film for a movie is now widely discussed. However, on October the 1st, 2023, additional evidence has emerged that this video may be real. I, Hiroshi Hayashi, would like to share this additional evidence with you. Thank you very much. 2016年、北海上空に巨大な UFO が現れ、その UFO は海辺を散歩していた人たちによって撮影されていました。その UFO について、私、林博氏は一度は本物と判断しましたが、映画用の宣伝映画であるという疑惑が一般に論じられるようになりました。しかし今回、2023年10月1日、この動画が本物かもしれないという追加証拠が出てきました。その追加証拠をこの動画の中で皆さんに紹介します。広島市花祭り Japan, October the 2nd, 2023Miss Alicia Friedman wrote to me through Facebook together with an article about a UFO over the North Sea. An article in which she wrote as follows. Since the footage and the article do not discuss important details, many people concluded that such sighting is a clever hoax known as a product of CZI technology. However, other individuals who view the footage have suggested that it could be a mothership that looks like a legendary mystical alien known as aBlack Knight satellite. One even believed that an alien is a sampling collector that will be converted into a mothership in the dark cloud later on. Until now, the footage remains a mystery. Ima, ご覧いただいている写真は左から2016年北極海上空で撮られたマザーシップらしき、まあ、UFO ということになります。そして中央が1996年ジョナサン・リードが森の中で撮った写真です。そして一番右がですね ISS の固定カメラが2014年の1月29日に撮られた UFO です。これら3社は大変よく似ていますと言いますか、同じ星型の UFO ということになります。広島やし浜松市ジャパン。アリシア・フレッドマンさんという方から一通の手紙が届きました。その中でアリシア・フレッドマンさん自身のブログが紹介されていました。これがそのブログです。北極海上空で、まあ、マザーシップと思われる巨大な UFO が現れました。まあ、それについてアリシア・フレッドマンさんがですね、まあ、これは偽物なのか、それとも本物なのかと。星形の UFO です。
一般には合成されたインチキ写真と言われていますが、これは本物でした。まず別のサイトで紹介されているそのマザーシップの動画をご覧いただきます。この中央丸の部分に注意してください。相当と言いますか信じられないほど巨大なマザーシップということになります。それがこのように北極海上空に浮かんでいます。下には黒い影のようなものもできています。そしてその周囲をですね、一機の別の UFO が飛んでいます。何かしら警戒しているかのようにも見えます。この動画は北極海上空で2016年に一人の漁師によって撮られました。でこの、UFO マダーシップがですね、アリシア・フレドマンさんのメールによればやがて上昇していって雲の中に消えていったと。そういうことですよね。で今ちょうど上昇して消えていくところです。で私はこのマダーシップは本物と判断しました。その理由の第一は去る2016年11月28日に私自身が私たちが神と呼ぶエイリアンに見せてもらった UFO と特徴が一致しているからです。全体として見るとですね、黒い物体ということになります。そして形がひし形である、幾何学的な形をしているということですね。がそれが理由ではありません。このマザーシップと思われる、巨大な UFO ですから、今まで私たちが、見てきたといいますか知っている UFO とは、形も大きさも違うということですね。がこの UFO は本物です。というのも私が11月28日に見せてもらった UFO はですね、輪郭が極めてクリアでした。その輪郭にはコバルトブルーの明るい輝く縁取りがありました。今そのマダーシップが上昇して雲の間に消えていきます。でその縁取りを皆さんにもご覧いただきます。このマダーシップをですね、注意深くご覧ください。私はこのマダーシップをがですね、本物であると判断しました。明度、彩度を変えてみますと、そのマダーシップの周辺に光り輝く縁取りが現れてきました。この縁取りこそがですね、私が2016年11月28日に見せてもらったクラフトの特徴と一致します。この輝く縁取りに注意してください。この輝く縁取りに注意してください。で最初の話に戻ります。左から2016年北極海上空に現れた UFO です。そしてこれがジョナサン・リード氏が森の中で撮った UFO の写真です。そして右が2014年 ISS の固定カメラが捉えた UFO ということになります。この3者はひし形の形をしているという点で一致しています。大小様々あるということなのでしょうか。ともかくもそのコンセプトは同じだということです。
まあ、このような形の UFO も実際には存在するということになります。結論はこれら3者がですね、みなインチキであるか、それともみな本物であるかということなんですけども、私はこれら3者はみな本物であると判断しました。その理由の第一が、左の、まあ、マザーシップの周りには私が見せてもらった UFO、 つまりエイリアンのクラフトと同じ光り輝く縁取りがあったからです。以上のように私の判断は二転しましたが、しかし今回ですね、日本上空に現れた2機の UFO と比較してみるとですね、どうやら本物であったのではないかという思い、考えが強くなりました。
the 30th, 2022, and from 7 p.m. to 8 p.m., a strange light phenomenon appeared in the night sky. The mysterious light was witnessed by many people in China, South Korea, and here in Japan as well, and some of them were photographed and filmed on videos. In response, the South Korean government announced an official view that it was due to a rocket launch test, and Japanese scientists have also explained that way. But if it was a rocket launch test, why were the photos taken in Kyoto and Miyazaki Prefecture about 600 kilometers away to each other? 2022年12月30日午後7時から8時にかけて奇妙な怪光現象が現れました。その怪光は中国、韓国、そしてこの日本でも数多くの人たちによって目撃され、その一部は写真に撮られたり、動画で撮影されたりしていました。これに対して韓国政府は、ロケットの発射実験、によるものだと公式見解を発表し、日本の科学者もほぼそのように説明していますが、ロケットの発射実験によるものなら、どうして京都と宮崎県で写真が撮影されたというのでしょうか。互いの距離は600キロも離れています。広島林、浜松市、ジャパン、 January the 5th, 2023。右下の動画はですね、日本上空で撮られたと言われている UFO ということになります。日付は2018年の8月です。で、私はこの動画のことをかなり以前に知っていましたが、クエスチョンマークをつけていました。ところがですね、それから約2年後ですよね、2年と4ヶ月後にですね、2020年の12月30日にですね、左上のような UFO がですね、中国、上海だったと思うんですけども、それから韓国、さらに日本の九州ですね、から日本の本州あたりでもですね、京都南っていうふうに書いてありましたけども、左上のような UFO が目撃され、そして動画に撮影されたり、写真に撮影されたりしていたわけです。で、この両者を比べるとですね、大変よく似ているということなんですよね。で、左上の UFO はですね、中国、韓国、日本、京都でも撮影されているという点でですね、信憑性が極めて高い、イコール本物と考えてよいわけです。となると、右下の UFO もですね、大変よく似ているという意味においてですね、本物と考えてよいのではないでしょうかということになります。宮崎県の立花天文台の台長の方はですね、これはロケットの噴煙によるものだと説明しておられますが、本当にそうでしょうかということになるわけですけども、これがですね、当日と言いますか、韓国政府が発表したロケットの発射実験の時の様子です。これはロケットですよね、下から上に上がっていって、そして墜落してきたということです。それはわかります。これはしかし、これは韓国国内でのロケット発射実験なんですよね。それがどうして京都や宮崎県で目撃されたかということになるわけです。まあその天文台のですね、
大腸の説明には無理があるということになります。で中国でも同じように、このように撮影されていることですね。しかもこの光というのはですね、ロケットの噴煙によるものではなくてですね、円錐形になってますね。つまりラッパのようになっていて、そのラッパの中がですね、空洞のようになっている風様もですね、この写真から見て取ることができます。何よりも奇妙な点はですね、その開口現象の下にですね、紐のようなものが撮影されているという点です。この紐のようなものについては記憶にありました。クレアモントで撮影された開口現象です。話を戻します。 USA のクレアモントで大変奇妙な物体が撮影されていました。時期は2013年の初め頃と思われます。 Google Earth の写真の中に写り込んでいました。それをこれから皆さんに紹介しますけども、この物体がですね、何であるかということなんですけども、当初ですね、私この動画を発表しましたら、風船だというふうに視聴なさる方が数多くいらっしゃいました。しかしですね、Google の写真というのはですね、はるか高い宇宙から撮っているわけですよね。その宇宙から見て、例えば風船の高さというのはせいぜい200メートルとか、高くても300メートル、400メートルですよね。宇宙から見ればですね、地上もですね、200メートル、300メートル、500メートルも、つまりは同じ距離だということですよね。そういう中にあってですね、これからご覧いただくような物体が映り込んでいたということはですね、もしそれが本当に風船、つまりはアドバルーンのような風船で、あるとするならばですね、巨大なアドバルーンということになるわけです。例えばこの宇宙から見てね、このように映っているということはですね、家の大きさと比べても、その家の大きさよりも大きいアドバルーンということになるわけです。で、今日はですね、ここで、この風船にですね、風船じゃありませんけど、UFO らしきものなんですけどもね、紐がついている点に注意してください。すべてについているわけじゃないんですけども、紐のようなものがついているのも映っていたということですね。で、この紐ということで先ほど紹介しましたね。今回、2023年、22年の11月12月ですね、30日に撮影された UFO とですね、類似点、共通点があるんじゃないかと思います。この時は、紐についてはですね、つまりはあまり注意を払わなかったんですけども、これが風船だというふうにですね、主張なさった方も多いわけですけども、またそのような視点でね、私の動画に対して否定的な動画も発表されていたようですけども、紐といってもですね、これ途中で切れてるんですよね。もしこれが紐であるならば、ずっとね、その地上まで伸びているはずなんですけども、それがないということですね。また紐があるのもあるしないのもあるということで、紐説は消えたと思います。また風船説も消えたということですね。でこれはやはり宇宙から撮った写真の特性なんですけども、横から見るとですね、いわゆるストリートビュー的に見るとですね、地上に張り付いているように見えるわけですよね。しかしこれは張り付いているわけではなくて、その写真の特性ということになるわけですね。例えば東京タワーをですね、このような角度で撮りますと、東京タワーですらもですね、地上にペタッと張り付いているように見えるわけです。ですからこれは奇妙な物体ということですけども、要するに UFO ということですね。そしてこの形と同じ UFO がですね、その後いろんな場面で、その他の UFO と、形、色、その雰囲気がですね、一致したということで、これはもう UFO と断定して良いのではないでしょうか。ナンバー551ですから、私が2012年、13年にかけて、制作した
動画ということになります。まあ、それにこのような物体が映っていたということなんですけども、やはりここで注意していただきたいことはですね、紐なんですよね。でもちょっと何を説明しているかというと、太陽はですね、太陽光線の方向を、まあ、見ながらですね、この物体は何であるかということなんですけども、まあ、奇妙なことにその反対側もやや光っているということですね。ですから、まあ、これは球形の UFO ということになるわけです。形がぼんやりしているのですね、その後、例えばボイト・ブッシュがですね、指摘してますように、まあ、こうした UFO はですね、飛行中は、まあ、パワーアップするとですね、何かしらの現象によってですね、まあ、その飛行物体そのものがですね、このようにぼんやりするということを、まあ、ボイト・ブッシュも説明しています。ですから、まあ、それもね、だんだんその後ですね、この後、いろんなその現象と、まあ、つながっていったということになります。まあ、クレアモントのこの、まあ、球形 UFO はですね、そういう意味でも非常に重要なと言いますか、資料となりました。で、まあ、この UFO にもですね、紐がついて、紐らしきものですね、がついているということです。まあ、今日は紹介できませんでしたけども、ブラジルで、撮影された UFO にも、やはり同じような紐のようなものがついていました。で、その紐からですね、小型の UFO が分離していく様子も撮影されています。まあ、紐という点からしてもですね、紐らしきものという点からしてもですね、繰り返しになりますけども、韓国のですね、ロケット実験による、まあ、その先ほどまで紹介してきました、その、奇妙なその物体がですね、少なくとも消去法的に考えればですね、韓国の、まあ、韓国軍によるロケットの実験ではないということになるのではないでしょうか、ということになります。まあ、クレアモントの今、その、休憩、まあ、その球形ってこれは斜めから見ているものですからね、楕円形になってますけども、真上から見れば球形です。そして地上に張り付いているように見えるわけですよね。つまり繰り返しになりますけども、もしこれが風船だとするならばですね、極めて大きな風船ということになるわけありますし、この今これは森本聡さんに調べていただいたんですけども、今ピンが打ってありますね。その位置にその物体が映り込んでいたということです。まあ、ちょうどね、位置的にはですね、真東、真西を向いていたところに並んで、まあ、変態を組んでいて飛んでいたということになりますね。やはりここでもですね、2機ずつがですね、変態を組んでいたという意味においてですね、いわゆるツイン型と言いますか、いわゆるまあ、大変こうなります。それ後ね、その後例えばワシントンパニック事件においても2機ずつ並んで飛んでましたし、直近ではですね、私の勉強会においてくださる途中でですね、岐阜県可児市のですね、鈴木 Y さんがですね、中津川市上空で撮られた UFO もですね、やはり2機ずつの編隊を組んでいました。それからエリア50で撮られた写真もですね、2機ずつの編隊になっていたというふうにしてですね、まあ、クレアモントのこの事件がですね、その後いろんな事件とつながっていったということになります。その原点にあるのはやはりこのクレアモントのこの UFO 事件というUFO ということになるわけですね。なおかつフォートワースでね、なんて言いますか、爆発的な事件が起きたことがありますけどもね、その時にもこの形の物体がですね、そのフォートワースの上空に現れていました。で、これは東京タワーなんですけど、真上から見るとこうなんですけどもね、まあ、これをずっと視点をですね、地上に下ろしてみるとですね、べったりと張り付いて見えるというところをですね、皆さんにも確認していただきたいと思います。つまりですね、まあ、このような方向から角度から見たときにですね、地上に張り付いているように見えるからといって地上に張り付いているわけではないということです。ただし高度は分かりません。極めてね、カメラを積んでいた衛星に近いところに飛んでいたのか、あるいは本当に地上スレスレを飛んでいたかということかどうかについては分かりませんが、しかし、まあ、こうした物体がですね、少なくとも撮影した宇宙船と地上の間に映り込んでいたということになります。ここではですね、やはりこうで紐を見ていただきたいんですけども、右の写真を見ていただくとですね、やはり紐らしきものが撮影されているのが分かります。で、これを、まあ、風船説を唱える方は、これが紐であるからアルバルンだとおっしゃっていますけども、それはありえないということです。結論ということになりますが、上の頂点、まあ、円錐形なんですけどもね、その頂点の部分から光を放っているように見えますが、この光もまた極めて不思議な光なんですよね。ずっとまあその円錐形にですね、光が下へ降りてくるわけですけども、途中でまあ平水平にですね、切れていますね。この現象はですね、つまりはこのエイリアンテクノロジーの一つではないかと思います。というのは、
途中から光を発したとしますね。それが途中できれいに水平にですね、光が途切れるということは、普通私たちが地上、この地球でね、人間が経験する光ではありえないということになるわけです。で、結論ということになります。左はですね、2016年頃、北海で撮影された UFO です。右はですね、2020年頃、日本上空で現れた UFO ということになります。ともに最初に私が見たときにはですね、この両者とも偽物であると判断していました。ところがですね、左の UFO とですね、右の UFO を比べてみるとですね、全く同じであることが分かりました。上下逆さまにして左右反転しました。で、こうして比べてくださるとですね、皆さんもその事実に納得していただけると思います。ただ、やや傾きが違うと思いますので、左の方が全体に太く見えるということですね。で、細かいところを精査してみてください。私は全く同じと判断しました。2016年と2020年、4年の歳月を超えてですね、このように形が似るということは、偶然ではありえないということです。つまり、これら両者は同じということになります。となるとですね、ソクラテスの弁証法じゃないですけども、両方とも本物なのか、両方とも偽物なのかということになりますけども、この両者の間には接点がありませんので、私、林博士は、両方とも同じもの、つまり、両方とも同じ巨大、いわゆる UFO、母船であると判断しました。
on December the 30th, 2022, around from 7 p.m. to 8 p.m., a strange light phenomenon appeared in the night sky. The mysterious light was witnessed by many people in China, South Korea, and here in Japan as well, and some of them photographed and filmed on videos. In response, the South Korean government announced an official view that it was due to a rocket launch test, and Japanese scientists have also explained that way. But if it was a rocket launch test, why were the photos taken in Kyoto and Miyazaki Prefecture about 600 kilometers away to each other? 2022年12月30日午後7時から8時にかけて奇妙な怪光現象が現れました。その怪光は中国、韓国、そしてこの日本でも数多くの人たちによって目撃され、その一部は写真に撮られたり動画で撮影されたりしていました。これに対して韓国政府はロケットの発射実験、ロケットの発射実験によるものだと公式見解を発表し、日本の科学者もほぼそのように説明していますが、ロケットの発射実験によるものならどうして京都と宮崎県で写真が撮影されたというのでしょうか。互いの距離は600キロも離れています。広志林、Hamama City, Japan, January the 5th, 2023.右下の動画はですね、日本上空で撮られたと言われている、いた UFO ということになります。日付は2018年の8月です。で、私はこの動画のことをかなり以前に知っていましたが、クエスチョンマークをつけていました。ところがですね、それから約2年後ですよね、2年と4ヶ月後にですね、2020年の12月30日にですね、左上のような UFO がですね、中国、上海だったと思うんですけども、それから韓国、さらに日本の九州ですねから日本の本州あたりでもですね、京都南というふうに書いてありましたけども、左上のような UFO が目撃され、そして動画に撮影されたり写真に撮影されたりしていたわけです。で、この両者を比べるとですね、大変よく似ているということなんですよね。で、左上の UFO はですね、中国、韓国、日本、京都でも撮影されているという点でですね、信憑性が極めて高いイコール本物と考えてよいわけです。となると右下の UFO もですね、大変よく似ているという意味においてですね、本物と考えてよいのではないでしょうかということになります。宮崎県の立花天文台の台長の方はですね、これはロケットの噴煙によるものだと説明しておられますが、本当にそうでしょうかということになるわけですけども、これがですね、当日といいますか、韓国政府が発表したロケットの発射実験の時の様子です。これはロケットですよね、下から上に上がっていって、そして墜落してきたということです。それはわかります。これはしかし、これは韓国国内でのロケット発射実験なんですよね。それがどうして京都や宮崎県で目撃されたかということになるわけです。まあその
その天文台のですね、台帳の説明には無理があるということになります。で、中国でも同じように、このように撮影されていることですね。しかもこの光というのはですね、ロケットの噴煙によるものではなくてですね、円錐形になっていますね。つまりラッパのようになっていて、そのラッパの中がですね、空洞のようになっている風様もですね、この写真から見て取ることができます。何よりも奇妙な点はですね、その開口現象の下にですね、紐のようなものが撮影されているという点です。この紐のようなものについては、記憶にありました。クレアモントで撮影された開口現象です。話を戻します。 USA のクレアモントで大変奇妙な物体が撮影されていました。時期は2013年の初め頃と思われます。 Google Earth の写真の中に写り込んでいました。それをこれから皆さんに紹介しますけども、この物体がですね、何であるかということなんですけども、当初ですね、私この動画を発表しましたら、風船だというふうに視聴なさる方が数多くいらっしゃいました。しかしですね、Google の写真というのはですね、はるか高い宇宙から撮っているわけですよね。その宇宙から見て、例えば風船の高さというのはせいぜい200メートルとか、高くても300メートル、400メートルですよね。宇宙から見ればですね、地上もですね、200メートル、300メートル、500メートルも、つまりは同じ距離だということですよね。そういう中にあってですね、これからご覧いただくような物体が映り込んでいたということはですね、もしそれが本当に風船、つまりはアドバルーンのような風船で、ような風船であるとするならばですね、巨大なアドバルーンということになるわけです。例えばこの宇宙から見てね、このように映っているということはですね、家の大きさと比べても、その家の大きさよりも大きいアドバルーンということになるわけです。で、今日はですね、ここでこの風船にですね、風船じゃありませんけど UFO らしきものなんですけどもね、紐がついている点に注意してください。全てについているわけじゃないんですけども、紐のようなものがついているのも映っていたということですね。で、この紐ということで先ほど紹介しましたね、今回2022年の11月12日ですね、30日に撮影された UFO とですね、類似点、共通点があるんじゃないかと思います。この時は、紐についてはですね、つまりはあまり注意を払わなかったんですけども、そのこれが風船だというふうにですね、主張なさった方も多いわけですけども、またそのような視点でね、私の動画に対して否定的な動画も発表されていたようですけども、紐といってもですね、これ途中で切れているんですよね。もしこれが紐であるならば、ずっとね、その地上まで伸びているはずなんですけども、それがないということですね。また紐があるのもあるし、ないのもあるということで、紐説は消えたと思います。また風船説も消えたということですね。で、これはやはり宇宙から撮った写真の特性なんですけども、横から見るとですね、いわゆるストリートビュー的に見るとですね、地上に張り付いているように見えるわけですよね。しかしこれは張り付いているわけではなくて、その写真の特性ということになるわけですね。例えば東京タワーをですね、このような角度で撮りますと、東京タワーですらもですね、地上にペタッと張り付いているように見えるわけです。ですから、これは奇妙な物体ということですけども、要するに UFO ということですね。そしてこの形と同じ UFO がですね、その後いろんな場面で、その他の UFO と、形、色、その雰囲気がですね、一致したということで、これはもう UFO と断定して良いのではないでしょうか。ナンバー551ですから、私が2012年、13年にかけて、制作した
動画ということになります。まあ、それにこのような物体が映っていたということなんですけども、やはりここで注意していただきたいことはですね、紐なんですよね。でもちょっと何を説明しているかというと、太陽はですね、太陽光線の方向を、まあ、見ながらですね、この物体は何であるかということなんですけども、まあ、奇妙なことにその反対側もやや光っているということですね。ですから、まあ、これは球形の UFO ということになるわけです。形がぼんやりしているのをですね、その後、例えばボイド・ブッシュがですね、指摘してますように、まあ、こうした UFO はですね、飛行中は、まあ、パワーアップするとですね、何かしらの現象によってですね、まあ、その飛行物体そのものがですね、このようにぼんやりするということを、まあ、ボイド・ブッシュは説明しています。ですから、まあ、それもね、だんだんその後ですね、この後、いろんなその現象と、まあ、つながっていったということになります。まあ、クレアモントのこの、まあ、球形 UFO はですね、そういう意味でも非常に重要なと言いますか、資料となりました。で、まあ、この UFO にもですね、紐らしきものですね、ついているということです。まあ、今日は紹介できませんでしたけども、ブラジルで、撮影された UFO にも、やはり同じような紐のようなものがついていました。で、その紐からですね、小型の UFO が分離していく様子も撮影されています。まあ、紐という点からしてもですね、紐らしきものという点からしてもですね、繰り返しになりますけども、韓国のですね、ロケット実験による、まあ、その先まで紹介してきました、その、奇妙なその物体がですね、少なくとも消去法的に考えればですね、韓国の、まあ、韓国軍によるロケットの実験ではないということになるのではないでしょうか、ということになります。まあ、クレアモントの今、その休憩、まあ、その球形ってこれは斜めから見ているものですからね、楕円形になってますけども、真上から見れば球形です。そして地上に張り付いているように見えるわけですよね。つまり繰り返しになりますけども、もしこれが風船だとするならばですね、極めて大きな風船ということになるわけでありますし、この今これは森本聡さんに調べていただいたんですけども、今ピンが打ってありますね。その位置にその物体が映り込んでいたということです。まあ、ちょうどね、位置的にはですね、真東、真西を向いていたところに並んで、まあ、変態を組んでいて飛んでいたということになりますね。やはりここでもですね、2機ずつがですね、変態を組んでいたという意味においてですね、いわゆるツイン型と言いますか、いわゆる、まあ、大変こうなります。それ後ね、その後例えばワシントンパニック事件においても2機ずつ並んで飛んでましたし、直近ではですね、私の勉強会においてくださる途中でですね、岐阜県可児市のですね、鈴木ワイさんがですね、中津川市上空で撮られた UFO もですね、やはり2機ずつの編隊を組んでいました。それからエリア50で撮られた写真もですね、2機ずつの編隊になっていたというふうにしてですね、クレアモントのこの事件がですね、その後いろんな事件とつながっていったということになります。その原点にあるのはやはりこのクレアモントのこの UFO 事件という UFO ということになるわけですね。なおかつフォートワースでね、なんて言いますか、爆発的な事件が起きたことがありますけどもね、その時にもこの形の物体がですね、そのフォートワースの上空に現れていました。で、これは東京タワーなんですけど、真上から見るとこうなんですけどもね、まあ、これをずっと視点をですね、地上に下ろしてみるとですね、べったりと張り付いて見えるというところをですね、皆さんにも確認していただきたいと思います。つまりですね、まあ、このような方向か角度から見たときにですね、地上に張り付いているように見えるからといって、地上に張り付いているわけではないということです。ただし、高度はわかりません。極めてね、カメラを積んでいた衛星に近いところに飛んでいたのか、あるいは本当に地上スレスレを飛んでいたということかどうかについては分かりませんが、しかし、まあ、こうした物体がですね、少なくとも撮影した宇宙船と地上の間に映り込んでいたということになります。ここではですね、やはりここで紐を見ていただきたいんですけども、右の写真を見ていただくとですね、やはり紐らしきものが撮影されているのが分かります。で、これを、まあ、風船説を唱える方はこれが紐であるからアドバルンだとおっしゃってますけども、それはありえないということです。結論ということになりますが、上の頂点、まあ、円錐形なんですけどもね、その頂点の部分から光を放っているように見えますが、この光もまた極めて不思議な光なんですよね。ずっとまあその円錐形にですね、光が下へ降りてくるわけですけども、途中でまあ水平にですね、切れてますね。この現象はですね、つまりはこのエイリアンテクノロジーの一つではないかと思います。というのは、
空中から光を発したとしますね。それが途中できれいに水平にですね、光が途切れるということは、普通私たちが地上、この地球でね、人間が経験する光ではありえないということになるわけです。